はい、どうもこんにちは。今回また逆転裁判1,2,3なるほどセレクションから逆転裁判1をねやっていこうかなと思います。前回は、裁判が終わって、まあ、前々回裁判終わって、前回はなんかなんていうの新しい証拠探しみたいな感じでやって、一応このなんか DL 録音事件と関係してるんじゃないかみたいなことがよくわかるこの手紙をね、前回あの管理人小屋の金庫から手に入れたんだよね。で、そう、今まではなんか管理人の小屋の人はおじさんっていうことしか書いてなかったけど、このハイネコータローで確定したみたいな感じかな。やっていこうか。みつるぎの父親ってどういう、素晴らしい弁護士じゃった。月並みな表現じゃが、そうとしか言いようがない。そういえば似ておったかもしれんな、綾瀬と千尋くんと。お姉ちゃんと。みつるぎ、何これ、登る登るかな、し、わかんねえ。カルマケンジのやり方に強く反発を感じていた。カルマケンジ。カルマは強引な男じゃ。証拠証言のでっち上げなどを平気でする。当然彼の扱う事件は全て勝訴だ。みつるぎ自身はカルマに勝つことで奴のやり方を否定しようとした。それで負けたよ。そして死んだのじゃ、失意のままな。そうなんですか。みつるぎ死んじゃないもんな絶対。殺害されて一人の霊媒師が呼ばれた。あんたのお母さんブレブレだな、星影先生の声。あやさとまいこじゃよ。お、回想か。私みつるぎを殺したのは、私を撃ったのは法廷係官のハイネコウタロウ。あ、すか、霊媒で呼んだのか。しかしハイネは無実じゃった。お母さんそのせいで出て行っちゃったんだ。インチキだってみんなから言われて。そう、みんなそう思った。アーサとマイコはインチキだと。じゃが今思えば、嘘をついたのはミツルギの霊だったのではないだろうか。ああ、なるほどね。ああ、それ深いよ。確かにお父さんが子供に罪着せたくないもんな。知ってたのじゃ、本当は誰が自分を撃ったのかを。まさか。ミツルギレイジを自分の息子を守るために偽証したって言うんですか、ミツルギの親父が。可能性の話じゃ。しかし否定はできん。確かにな。なんか、だったらなおさら、ねえ、迷いちゃんのお母さんかわいそうだけどな。さすがにな。かわいそうだよな。何すんだろうな。留置場？違うな。警察署かな。あれ？違うな。え？公園？あ、もっとあれかな？行くのかな？あそこに。え？なんで？なんで？他なくない？だって別に。ひょうたんこ公園。いったあれ、でも突きつけるもんなくない？別に。どうしようか、これから。それはなるほどくんが一番よく知ってるでしょ。その通りに頑張ればいいと思うよ。どう？何か気づいたことある？やっぱり DL65 事件。明日までにできるだけ調べた方が良さそうだよね。みつるぎをがんじがらめにしてる運命の鎖か。あれかな、イベントをある程度進めないと、進まないとかあんのかな。突きつけるもんなくない、なくない別に。だってあれ、これ見せたっけ。あ、見せてないか。あ、見せてなかったか。ごめんなさい、おじいちゃん。おお、それが問題の手紙か。確かにハイネはコントロールに動いて、
ナマクラを殺害したんじゃろう。でもなぜナマクラ弁護士を。ナマクラは腕立つ弁護士じゃったが、やつは依頼人のためではなく自分のために弁護をしておった。自分のため？やつは自分の依頼人を信じようとはしなかった。信じてたのは自分の腕のみじゃ。でも結果が無罪なら同じなんじゃ。違うんじゃよ、それはもう全然な。山倉は自分のために無罪判決を勝ち取った。なキャリアのためってことかな、キャリアの。その結果、ハイネは社会的に抹殺されてしまったのじゃ。どういうことだ。地味にも今にわかるじゃろう。はて、どうしました。この手紙、この文字じゃが。そうだよね、この文字見覚えあるでしょ、どっか。でも絶対俺の嘘はさ、俺さ絶対こいつじゃないの。てかなんかこのメンバーの中でさ、なんかこいつぐらいしかなんかねえ、まともにこの DL65 事件知らなそうだし。見たことがあるこの筆跡、遠い昔どこかで、一体誰の字じゃったかな。未だにさ、未だにあれなんだよな。今の時代に手書きで書くなよな。ワードで打てばいいじゃん、ワードで。パソコンで打てばさ、ね、バレないのにさ、筆跡とか。もしかして、カルマゴーですか？カルマ、なんでここに奴の名前が出てくるんじゃ？いや、なんでと言われても。ん？カルマ。そうじゃ。確かにこれはカルマ検事の字じゃ。昔法廷の書類でよく見た彼の字じゃよ。じゃあ相手さんに殺人の指示を送ったのは。そう、カルマ号ということになる。どういうことだ。なぜカルマ検事がミスルギを。え、あーそっか、これあれか、話変わっただけか。手紙を書いたのがカルマならば、奴は当然知っておるはずじゃ。ミスルギレイジが誤って父親を殺害してしまったということを。おそらく明日の法廷でカルマはそのことを持ち出すじゃろう。ミスルギレイジに有罪を認めさせるためにな。そんな。でもカルマ検事がなぜミスルギ検事のことを知ってるの。ミスルギ検事自身悪夢だって思っていたのに。確かにそれはわからない。しかし奴は完璧で、そして執念深い。ミスルギに対する憎しみを息子にぶつけるつもりかもしれん。どういうことですか。15年前カルマは確かに弁護士ミスルギ勝利した。しかしカルマも無傷では済まなかったのじゃ。ミツルギの親父とカルマの勝負ってどうだったんですか。判決は有罪、カルマの勝利じゃった。しかしミツルギの告発によってカルマの提出した証拠に一部不正なものがあったことが立証されたのじゃ。不正な証拠。カルマは禁止生活でただ一度の処罰を受けた。ミツルギはカルマの完璧な経歴に傷をつけたのじゃよ。そのことがよほどショックじゃったんじゃろう。カルマ検事はその日から数ヶ月休暇を取ったほどじゃ。休暇を。長い検事生活でカルマが休暇を取ったのはそれが最初で、そして最後じゃったよ。お休みしないんですか。海とか山とか、それにヨーロッパとか。なんだよ、そのよくわからない休暇のイメージは。とにかくカルマが休暇を取ったのはその時だけじゃ。それだけ悔しかったのじゃろう。でも完璧な経歴を残したいならそれで休むかな。確かに。なるほど、どうしよう。カルマ検事きっと DL65 事件のことを持ち出してくるよ。スリギ検事もしかしたら罪を認めちゃうかも。そんなことはさせない。じゃが、なるほどくん、
残酷な話かもしれんが、たとえ過失でも殺人は殺人じゃよ。分かってますよ。ただ僕はまだ信じているんです、ミスルギを。あいつが殺人なんて。でも三菱源氏自分で認めちゃっているんだよ。それにお父さんも三菱源氏を守るために嘘を。それでもあいつは無実なんだ。なるほど君、君がそこまで言うならもう一度調べてみるんじゃ。警察の資料をな。押しかけ先生、ほとんど可能性はゼロじゃが何か見つかるかもしれん。わかりました、行ってきます。先生、ありがとうございました。眠いんだよな、俺。なんで眠い中始めちゃったんだろうな。人が少ないね。みんなおじさん、ハイネを探しに行ってるんだよ。あ、君たち。君たち、今日はいたの子はもう戻らないよ。徹夜で人探しだとさ。井戸の決戦も頑張ってくれてるんだね。あの、私たち資料室に行きたいんですけど。勝手に入ってもらっちゃ困るんだけど、まあ今ならカルマ検事がいると思うから。え、彼と一緒なら資料見てもいいよ。ここで会うの？やばくない？カルマ検事。ああ、ついさっき来たところだ。カルマ検事が資料室に。すごいよ、なるほどく。直接対決すんの？ここで？相変わらず誇りっぽいね。相変わらずも何も、昨日来たばかりだからな。どうしたの、なるほどく。いや、いないなって思って。カルマ検事。いないの？なんで？あ、なんか開いてるね。怪しいね。ここだけ怪しいよな。あれ？ここだけ開けっぱなしになってるよ。最近開けたみたいだね。未解決事件証拠物件ってラベルに書いてある。未解決事件か。なるほどく。DL65 事件のケースだけ空っぽだよ。なんだって？そこで何をしている？わあ、カルマ検事。貴様。あ、なんか初めて見たな、この角度のカルマ。なぜ我が輩の名を知っている？え？え？え？どこかで会ったことが。何言ってるんですか？最近おなじみの顔じゃないですか。私たち三つ剣霊寺の弁護士ですよ。弁護士？これは失礼。弁護士など目に入らないちっぽけな存在なものでな。さすが三つ剣の師匠だな。あの三つ剣賢治ってお弟子さんなんですよね。甘さが抜けないロマンチストだ。父親と同じだ。一流にはなれ。カルマ検事、あなたは三剣弁護士を恨んでいますよね。私が弁護士ごときを。なぜだ？あなたの完璧な経歴に傷をつけたからですよ。それなのになぜ三剣レジを検事としてここまで育てたんですか？憎い仇の息子なのに。貴様の知ったことではない。お前の声なんか忘れるわ。明日の法廷は最終日だ。久しぶりだ。最終日まで持ちこたえた弁護士は。しかし結果は変わらない。三井芸児は明日自らの罪を認めることになるだろう。15年前の罪ですか。関心な勉強家だな。そこまで調べたなら貴様にもわかるだろう。明日の法廷で三剣霊司が何を語るか。やはり明日の事件でこいつは DL65 事件のことを。え？
あ、俺突きつけんのかな、まさか。突きつける臭いよな、なんか。お前が書いたんだろう。カルマゲンジ、これを見てください。あなただったんですね。ハイネコウタロウに殺人の指示を送ったの。ハイネコウタロウ。あの男をそんなで呼ぶのを聞くのは何年ぶりだ。バカな男だ。読んだら必ず焼き捨てるよう書いておいたのに。はっ！認めるんですね。あなたがハイネさんにこの手紙を。さて、弁護士。わざわざ持ってきてくれてありがとう。おかげで余計な労力を払わずに済んだよ。なんだと。渡さなければよかったな。何あれ。はあ、スタンガンだ。スタンガンだよ。護身用の武器だ。その通り。60万ボルトの火花が貴様の体に弾ける。60万。心配はいらない。死にはしないからな、多分。いや、ここ警察署だぞお前。ようやるなお前、ここ警察署なのに。さあ、渡してもらおうか、手紙を。くそ。やめてー。何をするか。声かぶっとんねお前ら、やめてくれや。ギャー。迷いちゃん、ごずらせよ。うわー、止めてくれよ迷いちゃん、せめてそこなら。え、ゲームオーバー、マスカやられた。手紙もちろん奪われてしまったな。 DL65 事件の証拠品も持っていかれて、手がかりはゼロか。そうだ、まゆちゃんは大丈夫かな。まゆちゃん。どうも千尋です。なってんじゃないの。おい、しっかりしてくれよ。まゆちゃん。あれ、目の色この色だったっけお前。あ、目の色はこの色だったわ。取られちゃった手紙。え、ああ、それより大丈夫？本当ダメだね。犠牲力飛び立っても一発で気絶しちゃって。私なんてお姉ちゃんを呼ぶことしか脳がない役立たずなのに、こんな一番大事な時にそれもできない。このまま目が覚めなければよかったな。あやちゃん、くそ、なんとかしてあげられないのか。とにかく自信を回復させる方法を探すしかないな。まゆちゃん、何か握りしめているぞ。これは弾丸。 DL65 事件証拠品7号の心臓ベル摘出。そうか、カルマ検事に飛びかかった時夢中でこれを掴んだんだな。証明してやるよまゆちゃん、君は役立たずじゃない。何もかも証明してやる、最後の法廷で。あ、じゃあこれ一応ゲームオーバーではないんだ。まあこれしかすることないもんな。突きつけるぐらいしか。いや、さすがにもう声かぶっとるわ、バレるバレる。あの最終日法廷、いよいよ最終パートだな多分これ。最終巻も近くなってきたな。ついにこの時が来たな。今日で決着がつくはずだ、いろんなものに。いやあ、おぎゃあ、な、何すんだよ。ごめんなさい、肩触っただけなのに。なんかまだ昨日のスタンガンが残ってるみたい。とにかく今日が最終日だね、頑張って。なるほどくん、ありがとう。
ミツルギは相変わらずあんな調子だし、カルマにつけ込まれなければいいんだけど。何をするめちゃくちゃ帯電してんじゃんお前ら。ごめんなさい。いやこれ違うんじゃない、これさ、あのまゆいちゃんのパワーが溢れてんじゃないのこれ。絶対そうでしょ、こんだけだって電気出るってことはそういうことじゃないの。ちょっと励まそうと思って肩に手を。千尋さん来るな多分。まゆちゃんちょっと外に出て放電しておいでよ。うん、そうする。やれやれ。ガース違うな、どんだけなの、もう電気タイプじゃんもはや。何なんすかあの子は。あ、糸の刑事、おはようございます。ミツリギ検事。ああ、おはよう。どうでした刑事さん。安心するっす、約束通り奴を逮捕したっす。たった今連行してきたっす、もう徹夜っす。ありがとうございます。眠かったでしょ。こうか不幸か、さっきの電撃で目が覚めたっす。ハイナは自分の名前を忘れたと言っている。しかしそれは嘘だ。記憶があるからこそ、ミツルギに復讐を企んだはずだ。あの男に記憶があること、それを証明するんだ。記憶があること証明すんの。あの、まあ、鳥ちゃんいるもんな。これよりミツルギレンジの法廷を開廷します。弁護側準備完了しています。検察側準備完了した。はあ、さてこの法廷もついに最終日を迎えました。そっか、今まで言ってなかったからびっくりしたのか。今まで検察側準備完了とか言ってなかったから、なんかと思ったわ。検察側は決定的な証拠の提出をお願いします。心得た。はあ、いちいち驚いて言葉に詰まるなよ。ではカルマ検事、冒頭弁論は。うむ、糸のこぎり刑事の働きでボート小屋の管理人が逮捕された。昨日の法廷で弁護人は彼を犯人であると断定した。しかし管理人はまだそれを認めていない。今日は弁護人に好きなだけ尋問をしてもらいたい。わかりました。では証人を入廷させてください。さてこの証人のことは覚えていると思う。死亡都会に住んでおり、事件を目撃した。そして現在自分の名前を忘れている。証人。いや全然法廷記録残ってんじゃんなんか DL65 事件に関する証拠を盗まれたとか言ってた気がするけど、全部あるじゃん。多勢昨日は逃げたのですかな。証人は逃げたのではない、それをこれから証言する。あ、わかりました。では証言お願いします。もが昨日はその勝手に帰ってすいませんでした。でも別に逃げたとかそういうのではなく、さゆりさんの餌をその買いに行っただけです。わしはそのこの事件には関係ない人間ですから、動機というんですか、そんなものもありませんし、昨日証言したことは間違いありません。ふう、では尋問を。この男は自分の名前をしっかり知っているはずだ。ハイネコウタロウと、それを証明しなければ。え？それ証明すんの？どこで？あるっけ、なんか、ハイネコウタロウ。あ、これ大事だよな、でも。これかな、多分。まあ、とりあえず、揺さぶってみようか。あ、まあこれはあれだな。そう、焦ることはないで、もさっき言えた。じゃあ、はい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 。
餌を。サリさんはグルメでな、フランスの高級ペレットしか食べないんだよ。町の大きなペットショップにしか置いてないんだこれが。でも逮捕されたのは今朝になってからですよね。なぜ管理小屋に戻らなかったんですか。ああ、ちょっと道に迷ってしまってな。証人は多少忘れっぽいところがある。警官が逮捕した時、彼は小屋に帰ろうとしていたのだ。そんなの誰が信じるものか。ハム、なるほど、道に迷った。お願いだから目を覚ましてくれ。あなたは確か記憶がないんでしたよね。え、まあそうだな。ならば事件に関係がないかどうかはわからない。それとも記憶がないというのは嘘ですか。あなたは自分が誰なのかちゃんと知っている。証人は記憶がないとはっきり証言している。そうでないというなら証拠を見せるのだ。そう、人の頭の中のことを証明する証拠なんてあるわけないだろう。うん、おとなしくなったようだな。どれだろう。あ、動機かな。確かに、なぜ動機がないと言い切れるんですか。あなたは満と被害者の生倉弁護士を恨んでいて、その二人に復讐をしたのかもしれないじゃないですか。何度も同じことを言わせるな。この証人には数年前より以前の記憶はないのだ。恨みなど持ちようがない。記憶がないというのが嘘だと証明しないと、同じことを繰り返すだけだな。ちょっといいですか、なるほど君。はい、何でしょうか、裁判長。あなたはさっきから何度か同じことを尋ねている。すなわちこの証人に記憶があるかないかです。それがこの事件に関係があるのですか。もちろんです。この事件には関係がない、自分には動機がない。これらの証言は完璧に嘘っぱちです。静粛に静粛に。太郎堂君、今の発言には問題がありますぞ。つまりあなたはこの証人が誰なのか知っているというのですか。もちろんです。おお、それは面白い。我が輩も知りたいものだ、この男が誰なのか。あんたが知らないわけがないだろう。なるほど君、この証人の名前を教えてください。え、これはハイネコウタロウですよ。彼の名前はハイネコウタロウ、元法廷係官です。ハイネ、どこかで聞いたことが。ああ、ハイネコウタロウ、キール6号事件の。有名な事件だけあって裁判長も知っていたか。なんということでしょう。テレテン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 あれね、劇的ビフォーアフターね。裁判長、この男がハイネならば彼には立派な動機が。くっ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 、かわいい。焦ってはいけない弁護士。この証人がハイネコウタロウ、面白い。しかしそれをどうやって証明するかな。何度も言いようだが、この証人は記憶を失っているのだよ。ここが正念場だ。あいつがハイネであることを証明しできない限り先へ進むことはできない。なるほど君、どうすれば証明できるの、あの人がハイネさんだって。大丈夫だよ、簡単な方法がある。裁判長、その証人の指紋を調べてください。15年前のハイネの資料と比べてみれば。なるほど、そうですね。くっくっく、ん、残念だね弁護士、この証人には指紋がないのだよ。え、指紋がない。めちゃくちゃじゃないそんなの。指紋消されたか、まさかお前あれに、この
こいつに。カルマン氏、指紋消されたでしょ。管理になる前、化学工場で働いてな。薬品で指先を焼いちまったんだよ。なんですって。ハイネのやつ、自分の過去を消すためにわざと薬品を。ねえ、指紋がないとするともう証明のしようがないでしょうな。くそ。どうするかね、弁護士。どうやら今度こそ勝負は決まったようだな。くそ。答えは全て分かっているのに、それが証明できない。このまま負けるわけにはいかないのに、何か方法はないのか。この証人が誰なのか証言できる人間はいない。なんとかならないの。まさか指紋まで消しているとは思わなかった。どうすればいい？どうする、弁護士。苦し紛れにペットのオウムでも尋問してみるかで。くそ、勝ち怒りやがって。でもありじゃない、普通に。待てよ、オウムを尋問する。どうしたの、なるほどく。まさか。裁判長、弁護側はカルマ検事の挑戦を受けようと思います。カルマ検事の挑戦だと。その通り。証人のオウムに尋問をさせていただきます。まあ証人ではないけどな。象徴だけどな。静粛にいかがですか、カルマ検事。聞くまでもなかろう、そんなもの却下だ。待ってください、オウムを尋問しろと言ったのはあなただ。僕には尋問する権利があります。滑らせたな、お前、口を。そこまで言うのならば認めてやってもよい。ん？もちろん貴様が尋問した結果それが無駄だった場合は覚悟してもらうがな。ナロド君、むちゃくちゃだよ。どうだ、それでも尋問するというのか。もちろんすよ。オウムを入廷させてください。尋問させていただきます。はあ。なんという馬鹿げたことを。カルマは全ての人間証拠品に手を回している。逆転チャンスは盲点であるサイリさんしかいない。そんな気がしたんだけど違ったかな。係官、オウムを連れてきなさい。ちょっと長引いちゃったけどここで終わろうかな。来たー。次回サムネこれだな。じゃあここら辺で一旦切るか。なんか立派なオウムですねって言って、まだなんか多分ちらほら喋っちゃうから、ここで一旦切るわ。はい、じゃあ、あざした。